はい、おはようございます。最近はですね、連続して N 波動が出るんではないかどうかということでずっと放送を続けておりますけども、さあ今日は一定の結果が出ましたよ。1月17日朝6時16分の相場解説です。これはデイリーなんですけども、デイリーはですね、もうご存知の通りこういうふうに右肩上がりを続けておりますよね。まあこういうふうに割ってもいいかなと思いますけどね。ずっとも買いで入ればデイリーの方はとりあえず間違いはないかなってとこですよね。特にここは大きかったですね。イランとアメリカの関係がちょっと冷え切ったのがこうだったんですけども、まあ戦争にはならなかったということでこういうふうにグッと上がってきましたね。トレンドの方向に向かったということでございますけども、4時間の方はどうでしょうか。さあここですよ、 N 波動、1個目の N 波動ってのはどこですか。ここですね。ここに N が現れてました。こういうふうにね、N が出るよ出るよと言って N になったわけなんですけども、その後で、いやもう一発 N 来るよって言ってね、それが今現在、ここになります。で、この、押し目が大きければ大きいほど、回復の、こちらのね、上昇波動が大きくなるよって言って、まさにそうだったんですけども、上級者の方はどこから入るっていうふうに申し上げましたかね。上級者の方はこの赤い線が書いてある109円の785あたりで入れていると思います。これね、この赤い線引いてますよね。そうするとですね、109円の785から現在値110円の136あたりまで取れていると思います。でしかもこのゼロライン設定ができますから、ロスカットをぐーっと上の方に引いてですね、ロスカットにあってもマイナスにならないみたいな設定もできるわけです。これがまあ上級者の戦い方ですよね。まあ、そのためには109円の785、この赤い線で入る、まあ、裏付けと度胸がないといけないですよね。私がこういうふうに毎日相場解説を続けていても、ここでこの丸いところ109円の785でなかなか入れなかったと思うんですよ。で、中級者といいますか、次の段階の方は、まあ、この辺りで上昇したのを確認して入っていくってことになります。で、初心者の方はね、もう十分これが上がってから、入るということになりますんで、まあ、少なくとも110円を上回ってから、あ、本当だったんだ、これ N 波動の N が来てるんだってことでね、こういうふうに N が来てるんだってことで、110円をちょっと超えたあたりからやっと入れたかなってことなんですよね。まあ、本当はね、初心者の方はそこじゃなくて、ここを、この N 波動のこの頭を超えてから、入った方がいいですね。抵抗がなくなってから。で、この2つの丸でちょっと差ができますからね。どんな差かと言いますと、実はこっちの方がリスクが高いんですよ。ここに跳ね返って下がる可能性がありますから。だからこれを突破した後の方が、そのまま上にぐーっと行ってくれる可能性が高いわけですよね。ということでね、今110円の136ですけども、110円をちょっと超えたあたりで入った方も、まあ利確はできるんですけども、利益は薄いですよね。まあいわゆる初心者の方です。初心者の方がプラスが少ないのは、だからそういうことなんですよ。だからここではちょっと入るの難しいですけども、本当にそこで入りましたから、ここでは入れるようになった方がいいなというところでございます。で、ここで入れた方、ここで入れた方は、今度は、ここで入るように、ね、しっかりと、毎日トレーニングをした方がいいかなってことですよね。で、ここで入った方は、今度はここで入るぞって考えないといけないと思いますけども、ここで入れた方が、ここで入るようになるのが、非常にね、すごく難しいんですよね。ロスカットがちゃんと引けているかってことと、ロットの調整ができるかってこともありますんで、まあ、今月はどうしてもね、これだけお金が必要だから FX で稼ぐんだっていうふうに思っちゃう人は、初心者の中に多いんですけども、その人は潰れていきますんで、ご用心ください。トレーニングの期間と、実際に FX を職業としてね、収入を上げていくためのフェーズっていうのはもう全く大きく違いますから、それがここからここへの推移なんですよ。まあ、ここで入れるようになった方は、中級者の方は、とりあえず FX だけで、なんとか生活費をね、賄えるようにロット調整できると思うんですけどね。だからここの方はまだ小ロット 0.1 とかでいいと思いますよ。ここはもう1で入れますから、ここでできてる方は。で、ここはね、もう5とかでいけるわけなんですよ。まあ資金もあるでしょうしね。はい、すいません、解説長くなりましたけど、1時間の方行きましょうか。
はい、1時間の方ですけども、申し上げましたよね。ここ4つ。これがですね、ゾーンの、ほら、ね、ゾーンの根拠になるわけですよ。だから、こうなんですよ。ね。だから、これを私がね、明確にしていなかったら、ゾーンがどこで引けてるのかって分かりにくかったでしょ。まあ、人によってはここっていうふうにやってる方もいるかもしれませんけども、ここもゾーンなんですけども、その前にゾーンはここにありますよってことなんですよ。で、ゾーンとゾーンの間は、ドカーンと進むでしょ、こういうふうに。陽線が。で、他にもこういう線をね、私引きましたよね。こう、緩やかに落ちていくと。N の字の、N のこれですよ。これね。これがどこまで行くか分からないから、こういうふうに行って、こういうふうに行って、こういうふうに行くのかなとも思っちゃいますし、こういうふうに行って、こういうふうに行って、こういうふうに行くのかなとも思っちゃうんですけども、この N がね、この、もう何回も書きますけど、このゾーンに触れたところがエントリーのベストポイントなんですよ。もちろんリスクはありますけどもね。で、ここでうまく入れた方は、今波に乗ってゼロラインを迎えられているってことです。だから、ロスカットラインをここに引いたとしても、ロスカットラインをこうやって上げていけるわけですよ。で、今ポジションがこの辺にあってね。もう利確しても十分な利益ですよね。もう入ったのが、例えば109円の850だとしてもですね。850だとしても30ピップスぐらいもう抜けてるわけですよ。ずっと相場解説見てた方は30ピップスを取れてる。まあもしくは取れるポジションにいると思いますよ。いやー、力説しちゃいました。あとは、あとそれぞれの、利幅に応じて、ね、投資の原則言いましたよね。いくら稼ぎたくってっていうところですよ。だから30ピップスだったらもう十分かなと思う人、20ピップスだったら十分かなと思う人は利確していくと。で、まだ最近入った方はね、まあ初心者の方はいきなり30ピップス、50ピップス狙ってるとは思いませんので、例えばね、10ピップスでいいんだよって言ったら10ピップスまでは今信じたエントリーをこうずっと見守ってロスカットに合うのか、それとも利確ラインまで行くのかってことを確かめてもらえばいいと思います。いや、今回はね、かなり力説しちゃいましたね。本当にね、この N 波動のダブル2つはね、すべてですよ。ついでに移動平均線の話しましょうか。移動平均線の100日がこういうふうに黄色、見えにくいですけども、こういうふうに上昇に向かってます。こういうふうにね、黄色が見えないんで、放送線行きます。失礼しました。で、赤い線と青い線、短期と中期っていうのがありますよね。これフラフラして頼りなかったんですけども、今は短期と中期はこういうふうに向かってますよね。だから全部が、移動平均線上に向かってるんですよ。でそれをね、これ N 波動のここの時に上に向かうんですよっていうのは、やっぱりそれなりに勇気もいるっていうかね、見極めができてないと言えないですからね。ああ私もよかったよかったって感じです。これが本当に上昇に向かうのかどうかってね、このまんまずっと下がっちゃうんじゃないかってそういう時もありますからね。今回はうまいこと予測通りになって、N 波動の直後にまた N 波動が来たよということで。まあ、とりあえず N 波動は完成しましたんで、これがどこまで伸びるかですよね。一応ですね。すいません。一応ですね。この大きさとこの大きさがだいたい同じぐらいまで来てますよね。あとは、この長さと同じぐらいこれが伸びてくれるかどうかなってことですよね。これが伸びてくれれば、初心者の方っていうかね、最近入った方も大きな利益が望めます。ただそれはあんまり期待しないでください。力量に応じた利益がありますからね。それでは今回は以上です。今日金曜日だったかな、金曜日ですね。はい。じゃあ今週もありがとうございました。またね、夕方相場解説するかもしれませんけども、その時はよろしくお願いします。